漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて、またまたガチャのお時間です。今回は、ダーク復刻のウルトラデラックスガチャを、引いてまいります。私が狙うのはもちろん、ダークでございます。実装の時、ダークをゲットしたかったんですが、サガフェスの4連続天井の、ダメージが大きかったのと、2周年に向けてジュエルを、温存する方向で考えていたので、おはガチャしか回せなかったんですよねー。その結果、引いときゃよかったとめっちゃ後悔することになったんですよね。というわけで、今回は、ウルトラデラックスダークを求めて、天井覚悟でガチャを、ぶん回してまいります。ただ、今回のガチャはピックアップが、全体で 2%、SS が来たら6割は、すり抜けという恐ろしいガチャでございます。そして私、こっちのミルザはすでに持っているので、実質 4% すり抜けるようなもんなんですよね。なんとか、イツメンとミルザのスーパーディフェンスを、かいくぐって、ダークさんには出てきていただきたいものです。では、まずはじめに本日のおはガチャから、引くぞー。マコかー。それでは優勝ステップガチャから参ります。優勝ジュエル6500個で、50連回すことができるお得なガチャです。ステップ1は優勝ジュエル300個で、10連。これはとってもお得な感じがしますな。それでは参りましょう。ダーク復刻ウルトラデラックスガチャ、引くぞー。10連目は鬼面僧先生、期待度中といったところですかね。演出は普通ですな。しかし引くまでわからないのが、ロマサガ RS のガチャですからね。どうか、お願いいたします。優勝とはいえ、300ジュエルでよこせなんて、そんなこと思ってないですよ。ほんとですよ。続きましてステップ2、今度は優勝800ジュエルで、10連です。2枚抜きならず、さて20連目はいかがなもんでございましょ。ついてく理由がないなら出てこないで、欲しいですな。SS のような何かが入ってただけの、20連目でございました。続きましてステップ3、優勝ジュエル1300個で、10連ですな。そして誰も横切らなかった。30連終了。ここまで SS はヘクターのみ。続きましてステップ4、優勝ジュエル1800個で、10連。そして誰も横切らず、なんか、流れが悪い感じですな。
続きましてステップ5、優勝ステップ最後の10連でございます。優勝ジュエル2300個で、10連、SS 一体確定のおまけ付き。ここでダークが引ければオールオッケーでございます。さあよろしくお願いいたしますぞ。終われねえよ。チストウネバーバラさんにがっつり煽りを食らったので、まだ続きます。というわけで、無償ジュエルのターン、60連目でございます。五丁剣山、さあ、五丁の仕事っぷり見せてくださいませ。演出は普通ですが、それでも、五丁なら。最低保証だけでございましたわ。70連目。なんか超久しぶりのダブルクロス。これはワンチャンあるかぽね。演出は普通ですな。でもダブルクロスですからね。最低保証だけでございましたわ。ダブルクロスも大したことないですな。80連目。鬼面僧先生、五丁もダブルクロスも、ダメでしたが、鬼面僧先生なら。でもまたまた演出は普通です。さすが一面率6割、どんどんすり抜けてきますな。ピックアップとは、一体、うごごご。80連目終了。SS のような何かが出てきただけでした。90連目。ダブルクロス再び。バッカッキだー。一面も見るざもいりません。ダーク、ダークを、おなしゃす。ファイアーボール?いらないですねー。90連で SS4 体、ピックアップはありません。チストーネピックアップ来ませんねー。ガチャの、
闇ですねー。ダークだけに。現在90連終了。おはがちゃを1回回しちゃってるので、正確には91連が終了しております。ここからメダル1万枚になるまで単発で、9回回します。お熱い演出が来るまではスキップいたします。あと3回。これで100連終了でございます。波数もなくなって気分良くなったところで、10連のターンです。110連目。誇張が横切りましたが、演出は普通でございますな。120連目、だんだんガチャの引き方も雑になってきました。どんどん行きまっしょい。130連目。残り20連となりました。このまま天井まで一直線か？はたまたここに来て一発大逆転があるのか？140連目。とうとう最後の10連となってしまいました。それでは参りましょう。150連目。行くぞー。
ビリビリは大きめ。しかし爆発はナッシング。どないや？てなわけで、復刻ウルトラデラックスダークガチャ、めでたく、天井でございます。やっぱりピックアップ一点狙いは、闇だと改めて確認できました。ほんと、天井があるって素晴らしいですな。ではでは、念願のダークと交換してまいります。ここはどこだ？って、天井でございますよ。これからダークには、しっかりと、活躍していただいて、勝利のイナバウアーを、堪能させていただきます。以上、ウルトラデラックス復刻ダークガチャでございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、